星川勝らの節約ちゃんワロップ放送お聞きの皆さんこんばんはこんばんは <laughs> 毎週火曜日夜10時からは星川勝らの節約ちゃんの時間ですはーいパーソナリティは私星川勝らそして相づち担当は私のマネージャーのとだつまマネージャーですはいよろしくお願いいたしますいやのとさんはすごいんですよ。 金曜日の、ね、10時からやってる、はいはい、コラーゲンさんの番組の方もはも相相ち担当で出ておりますね、はい、和飯本舗の中で誰よりもこのワロップに、はい、出ちゃってるっていう 2> 週2レギュラーっていうまさに、はいや <laughs> 負けた <laughs> <laughs>、ね、私負けちゃいましたけどもどうでございます <laughs>、はい、先週から始まったこの番組 ラジオなのに、ね、なぜか先週私がいきなり写真出して「見てくださいこれ」とか言って、はい、<laughs> なかなか聞いてる方に伝わらない前代未聞でしたねはい破天荒ぶりを発揮してしまったんですけど、まあ、どうにか無事に第2回目を迎えることができました、はい、先週から引き続き聞いてくださってる方々も今たまたまつけたよという方もこれも何かの縁ですのでどうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。お願いします さあこの星川勝の節約ちゃんでは自称貧乏界のセレブこと星川勝が毎回一つの食べ物に的を絞ってその食べ物を限界まで節約利用して意外な調理方法や食べ方を明るく楽しく紹介していきます。えー、テレビととかででもねこういうういい番組多いと思うんですよ、ええ、だけどもやっぱそういうのって有名人が出ている関係で「本当はお金持ってんじゃないの?」みたいな風に思う人が多いと思う。確かに ので、えー、この節約チャンでは、年収100万円以下のリアル貧乏、星川勝らが体を張って <laughs> <laughs>、はい、独特の着眼点と野生の感から生まれるリアルでサプライズな節約レシピを開発して、報告していけたらいいなと思ってます。はいさらにそれを聞いたリスナーの皆様が楽しく元気になってもらえたら幸いということで、えー、前回のテーマはパンの耳でした。はいあまりにね、 大好評過ぎたんであ。あ大好評ですね。<laughs> えー、おそらく。今回もパンの耳の話をもう展開していきたいと思います。はい第二弾ということですね。はい第二弾それじゃあ本日も限界にチャレンジしていきますので本当に最後までよろしくお願いいたします。はいそれでは C.M. の後またよろしくお願いしますね。